おはようございます、宇城和樹です。今日はさっきセブンイレブンでこれを買ってきました。新発売です。じゃんじゃんじゃん、ダブルクリームのセブンシューです。美味しそう。新発売のものはとりあえず買ってみようという YouTuber 心に火がついたんですけど、いろんな新商品が立ち並んでいて、お財布と相談してこの子にしました。はい、ということで、この度めでたくチャンネル登録者数が2万人を突破しました。ありがとうございます。ということで、そろそろ商品レビューもできるようにならないとなと思いまして、ちょっと今日はこのセブンシューをいかに美味しく食べれるか、美味しいのを伝えられるかというのを頑張ってみようと思います。まず開けます。シャキーン、あ、美味しそうな匂いがします。まず食べま、これは袋に入れてた方がいいのかな、こうやってこの方がいいのかな、どうなんでしょう。あ、でも分かりやすいのでこうですかね。じゃあ商品紹介をします。いい匂いです。とてもいい匂いです。いただきます。美味しい美味しいです。美味しい美味しい。美味しい。ちょっとね、お腹いっぱいになってきました。はい、美味しかったです。めちゃめちゃ美味しかったです。美味しかった。感想は、ネイルが黄色くクリームがついたのと、美味しかったのと、あとあったかい緑茶が飲みたくなりました。ごちそうさまです。